G は、ホンダ技研工業が、かつて製造販売発売したオートバイである。1989年1月18日発表、同月25日に年間販売目標5万台、標準販売価格14万3000円でで発売。形式名 AF23。アンダーボーンフレームに排気量 49cc の AF18E 型強制空冷にストローク。 三気筒エンジンを搭載するスクータータイプの原動機付き自転車である。1140mm のショートホイールベース 1585mm のコンパクトな全長、乾燥重量 59kg をセールスポイントとする車体は、前年度に発売されたパックスクラブを受け継ぎ、俗に体型駆動系と呼ばれる、 変速用プーリーを装備するエンジンは同じく前年度に発売された DJ1RR を受け継ぐ。共に同じスポーツスクーターというコンセプトの2社を統合する後継者と言えるが、そのどちらともやや面向きが異なる。セルキック併用の AF18E 型エンジンは、内径 X 工程イコール39.041.4、圧縮比7.2から、 最高出力 6.8PS、7000rpm、最大トルク 0.73kgm、6500rpm のスペックを発揮。サスペンションも、DJ1RR では、左側のみであった、油圧式ダンパーを左右に装備する、本格的なテレスコピック式とし、前輪ブレーキも従来の機械式ドラムから、油圧式、シングルディスクとなった。 1990年に生産終了。コンセプトはやや異なるが、エンジン、サスペンションなどの特徴を受け継いだのは1992年発売のリオ z x ありがとうございます。